ダブルブッキングしてしまいました。ごめんなさい。はい、皆さんこんにちは。長岡 HR420 ももすけです。今日は一つ謝らなきゃいけないことがあります。ごめんなさい。2月21日に予定している次回の UHSCBOM ミーティング、今回はですね、計画では静岡西部のハムの祭典にお邪魔して、その足でね、近くで開催する予定だったんですが、ツイッターの方でもねちょっと言ったんだけども、CQC の方のね連載でやってるやつで、ユーニャンがね弱魔の試験を受けるんだけど、なんでかな、俺4月の14日に試験があるってずっと思ってたんだけど、受験票が届いたらね2月の21日って書いてあったんだよね。ダブルブッキングしてしまいました。ごめんなさい。まあどうしようかなって考えたんだけど、毎月ね第3日曜日に開催してるので、まあそれを変えるのはちょっとな、ということで、今回はですね、岐阜 KS820 局スマくんがね、代わりにキー局を運用してくれることになりました。スマくんからねメッセージが来てますんで、まずはそちらをご覧ください。岐阜 KS820 スマくんです。2月のねキー局運用を務めることになりました。UHFCBOM ミーティングをね、東海3県が多い中でね、静岡での開催となりますので、東海3県の、ね、各局だけでなく、静岡の、ね、ローカル各局の、ね、方の、多数の、ね、チェックインを、お待ちしております。いや、スマくんね、まずいよ。東海3県ってね、静岡の人は、静岡と愛知と岐阜かなが東海3県だと思ってると思うんだよね。あ、そうすると今度三重県の人に怒られちゃうけど、愛知、三重、岐阜なのか、愛知、岐阜、静岡なのか、東海3県という言葉はね、気をつけて使わなきゃいけないかなと思うんですが、最近ね、スマチャンネルも始まったみたいだけどね、ちょっと表情がね、硬すぎますから、もっとね、こう、オーバーリアクションでね、こうやってやった方が、動画では楽しく見えると思います。ももすけもね、普段こんなバカな喋り方してないからね、もっとなんか暗い感じですから。ということでですね、2月21日の UHSCBOM ミーティング、もちろんいつも通りですね、10時から15時の間で開催しますが、その中で今回キー局運用は、13時から、静岡県浜松市の城ヶ峰で岐阜警察20局スマくんがキー局としてね運用しますので、ぜひぜひ参加の方よろしくお願いします。ちょっと今回ね、キー局の運用値があんまり高い場所ではないので、広域からチェックインを受け付けるのがね、まあ、難しいかなとは思うんですが、まあ、このイベントの趣旨は、まあ、キー局との更新もそうなんだけども、まあ、参加局同士がね、特徴で更新してほしいなというイベントですので、まあ、キー局に届かないような場所でもね、ぜひぜひ、特徴で声を出して皆さんとの更新を楽しんでください。ももすけはね、まあ、ちょっと名古屋のね、弱魔の試験会場にいると思います。ということで、参加の方お待ちしております。以上、長岡 HR420 ももすけでした。バイバイ。登録こういう感じ。